AKB48 AKB アニメラドラマでもできる権利を特典として CD に封入。 AKB48 をモチーフにしたアニメ AKB0048 の声優を務める渡辺真由18100人による期間限定ユニットのネームが17日千葉幕張メッセで初のライブイベントを行った。イベントでは2枚目シングルこの涙を君に捧ぐ4月10日発売にメンバーが同アニメで担当する声でファンと生電話できる権利を特典として封入するというサプライズも発表された。この会場の皆さんだけに発表しますと切り出した渡辺の口から夢のような特典が明かされると2500人のファンからは怒号のような歓声が沸き上がった。 CD の中に応募用のシリアルナンバーが封入。ウェブ上から応募でき抽選で1人にメンバーから電話がかかってくるという。 AKB では宮川さんが生電話特典を企画したことがあるが CD では初の試みのネームとして初めてのライブでのサプライズ発表。渡辺は楽しくて楽しくてあっという間だったと満面の笑みを浮かべた。ソースコロンレディースポーツセックスできる権利つけてくれ。花では笑っちまった。キモスにはロタ生電話も口パクです。テレクレ48何かの法律に触れそうに思うんだが何かのセックスの権利はよ。 AKB リフレむしろオタクは電話なんかできないから買わないだろう。 W 自己危険つくなら考える。規制しろゴミどもそのうちデート券までつけそうだな。次々とよく金をむしり取る策が浮かぶような。次から次へといろいろ考えるな。実際に行われるのかこれは安定してです。ちょめちょめでやってたけどな。キャバクラ商法からテレクラ商法次は何だろうな。電話できる相手特定しろ。ひどい企画だな。サニスレスで抽選で1人なら当選者がいなくてもわからないよな。マジキャバクラ www こんなの売って買うのは好きにせや。けどな音楽ランキングからは除外しろ。昔の音楽を貶めるな。世界初 CD 付き電話券、売り上げが落ちてるから大変なんだというのはわかる。電話するより握手の方がいいんじゃないの。長く言うことやり続けるのか W。 いろいろと気持ち悪いグループだな W。 抽選で1人に www おい AKB がどうたら SKE がどうたらで電話してくんなアホカス。お前のオタク事情なんて知るかゴミが。こんなチンチクリンどもと電話してなんか嬉しいだか W。 その当選の電話される時が勧誘かなんかだったらどうすんだ。これはマグニさんが払うな。とうとうテレフォンセックス券かよ。一体何を売りたいんだか。買う方もそうと馬鹿だけどな。得点付きなしゃどうなるかは自分なら一番わかってんだろうな。歌番組とかでランキング1位とか言われて恥ずかしくないのかな。そろそろ課税法に引っかかる予感。次は何できるんだろう。宝くじ並みに当たらない。テレクラじゃないか W。 テレフォンセックスどこの風俗だよ。発想が全部風俗由来。生電話嬉しいな。録音するだろ。抽選で1人に太田さんは宝くじでも買ったら W。 金太郎が電話してくんだろ。どれぐらいの時間話せるか知らんけど普通に握手は行った方がいいんじゃないの。本人に直接会えるんだから公安に売り渡すんだけどね。犯罪予備軍の個人情報としてこんにちは。こんにちは。キモかっこぶちプープープー。マグニラって誰だよ。太田の皆さん受話器外して通話ボタンを指で押さえた体勢で待っててくださいね。サープ9825実際に会いたいと思うけどな。ファンに大量会させて当選者は1人とか鬼畜だな。今度はテレクラ対応 www このユニットでググったけど涙す以外は知らないメンバーばかりだわ。3月に芸能界から引退するメンバーもいるしサブランカイ握手のがよくね。せめてスカイプにしてやれよ。もう CD 売らずにキャバクラでもかいいときごみ。どう考えてもチンポ握手券の方がいいだろ。なんとかマグニラっていう AV 以上なかったっけ。これが直接そうではなくけれど AKB のやってることって日本の美徳とか道徳とか作法とかを壊していってるんだよな。秋元は日本を破壊してるような。星月買うのは圧倒的に男なのに当たるのは女性になります。何ですかこの罵声感。すっぽんぽんでテレビ電話できるなら考える。当選者はもう決まってます。金づるには握手と電話だけ。本命には朝まで乱行 OK。 年末年始はハワイで合流。同系と昨日と相手だから簡単 W。 せめて10人くらいにしてたよ。10秒ぐらい W。 非通知でかかってくんのかな WWW。 そろそろ叱ってやれるご意見番はないのかよ。業界潰すつもりだぞ秋元。日本語は景品表示法違反だろ。ミリオネア商法バルに電話で使用対応されたい。前払い制のダイヤル9にか。そろそろ課税法適用しろ。もしもしマイラです。あう聞こえてますか。あ、はい、あ、頑張ってください。お、応援してます。ガチャッツーツー。不非緊張した。てか握手するとき喋ったりできるんじゃねえの。いい加減ファンも見かねえよ。ツーショットダイヤルカードか。たまらんな。お前らこのネタに食いつくって初期症状だぞ。こじらせないうちに直しといた方がいいぞ。AKB では宮沢さんが7年は得点を企画したことがあるな。CD では初の試み。どんな提案してんだ W 中の人のプロですか。秋元うぜ。カッコ、アットマークオメガアットマーク、口パク。いや、もう何でもありだな W。ヤフオクで10万、FX の CM に出た時点で打つ。当選者の発表は発信も持って返させていただきます。完全に負けんが WWW。当たったらパンツの色きくわ。まあ、こいつの金で J リーガーや AV 女優と合コンしてるんですけどね。何言ってんだれ。でも放送されんだよね。っていうかこれもどうせ企画やすすばらせになるんでしょ。メンバーの誰かもわからないのか W。単価がはるかに安い単価の飲み物についてるフィギュアとかの方が規制が厳しいってどういうこと。女の子も何をするのか聞いてくれ。こちらは AU です。おかけになった電話はお客様のご都合によりをつなぎできません。ルーマニアの空港到着の駅までの移動はルーマニアアイセックが行うことになっていた。下やそこへ加害者がアイセックと言いながら被害者に近づいた。かっこ被害者はアイセックの送迎だと勘違い。下や加害者は車まで被害者を案内した。そして犯行現場まで車を走らせた。下や犯行現場は街中の地下駐車場のある場所あるいは郊外の一軒家。かっこ多分全車。かっこ駐車場から運ぶ際の悲鳴が聞こえるとまずい。下や犯行の死体は森の中に行き。かっこまだ隣の方が死体遺棄を実行した者が朝は下だったのか死体が発見されてしまった。電話も口パクなんだろ。いろいろやってるな。やぴゃ、キャバクラ、テレクラ、AKB、ただいま電話が繋がりにくい状況、着信拒否、どっちだろ。第2500人のファンからは怒号のような歓声が湧き上がった。マロカ WW、引き離し役の人がガチャ切りするのか、だんだん禁断領域との戦いが外れつつあるな。時間に完全風俗になるだろう。当選した場合、僕の iPhone からマイルの講習はしますか。一言、ブスって言って切りたい。そして困惑するメンバーの顔を見て楽しみたい。欲しい。何本ぐらいで売れるのかな。テレクラジャン W、マジでこの集団の気持ち悪さはどこまで行くんだろうか。コヨタニオタにとっては興味ない対象で、結局 AKB のファンが何枚も買うんだろう。チャラになりきって電話とかに行くね。CD だけじゃ売れないからだな。ある意味我ではある種音楽界の現実でもあろう。AKB がダイヤル9に進出。マジでそんな商売したら、AKB も終わりかけてるし、今のうちに稼げるだけ稼いでねえの W。なんでこんなに必死なんだ AKB は。CD の売り上げだけが自分たちは人気あるって証明できるバロメーターだからか。メンバーの後ろから手で胸を隠せる件、握手会で普通に顔つき合わせて会話できるのに、7年はとかそこまで価値あるものか。想像してやろうか W。そのうち全部関係者の桜ばっかりになるんじゃないか。今回のは一般当たりくじなしの完全になりすましの桜田ミュートの電話だろ。その模様も YouTube かなんかで流すんだろ。パチンコと一緒じゃねえか。油と精子の臭いにまみれたオタクに触れた後の J リーガーのチンコ美味しいだろうな。レンキング、マグユ、所長は何歳できたの。マグユ、カッコ、オメガ、ブワ、少し前に、あ、とか言ってる W キモ、テラジオでバカにされてたけど、繰り返すのか、キモオタの個人情報が、いろんなとこに売られるのか、声を聞いて果たして AKB オタは満足するのだろうか、欲求は別のとこにあると思うんだが、結局これ当選した人が電話で話したって言っても、どうせ運営スタッフが話すだけだろうな、マッキーやな、師匠用の新しい釣り餌か、キモ、テレフォンセックス券か、キモイです W、テレクラ懐かしいわ、公衆電話とか見られ埋め尽くされてたな、普通に考えてなりすましのパートの BDA、すますましいですさ、マグユと話できるならみんな買うだろ、でも、どうせ当たらないから買ってもんだ、その通り、ほぼ意味がない特典なんだけど、オタは変わらないんだろうね、普通疑問に思うはずなんだがさ、僕のチンコしゃぶってくださいって言われたらどうすんの。峰岸の髪の毛 CD に入れようとして批判がついたからやめたとよ。そえそんなにファンでもない人が CD 買ってファンと7年もできる権利が当たってたらどうすんの。いちいちウェブまで見ないよ。怒号のような歓声がかっこ笑い。キャバクラで名刺交換するくらいの段階かな。この後もっとイケてるサービスが出てくるの。そのうち髪の毛とか爪とか特典につけそう。メンバーによる恋愛不祥事が公になるとこういうサービスで対抗しようとするのか。秋元康は本当にバカだな。お持ち帰り券はおいくらですか。そんな券待ったなし。100万積み込んで電話してハーフとかチコチコとかしちゃうわけ。風俗イケ W テレクラ 48W 当選の結果は本人に直接だからかけなくてもわからないし、電話番号はそのまま名簿屋に売り飛ばしてウハウハです。抽選は八丁で最地の小学生あたりに電話してその子が泣いて感動するって演出したりするんだろ。芸能週刊文春スクープ連発の金で佳境に入る AKB48 は事務所社長の喜びに報道の訴訟。普通は芸能プロダクションは世間体を気にして提訴だけして後で取り下げることが多いが、この件に関してはかなり賞賛があるんですね。約1億7000万円の損害賠償
賞と巨額で文春側も本気にならざるを得ないし、つまり勝ち目のない文春側は何とかして訴訟を取り下げるように AKB のスキャンダルを連発したり東京ドームの公式本を発行したりしてやめとのちで回収しようとしたってことなんだな。なぜか AKB 側は訴訟を取り下げなかった。しまいには大島優子のパパと呼ぶ男とか言って実際は本当の父親かよっていう無様なスクープまで出さざるを得なかった。まあ見出ししか認識できないばかりは非常に効果的だけどね。昔のジャイアンたちの木に大島いじめしにトラックを突っ込ませたり、人分の巻き散らしたりする手法を彷彿とさせるような文春が誤算だったのは AKB が人気が落ちれば少しは芸能界の今までの古臭いしきたりに近いすり寄ってくると踏んでいたのに全然人気が落ちなかったこと。そういうわけでなんでここまで文春が異常に AKB だけの形に必死だったのかって少し考えればわかりそうなもんだな。ここの住人にはちょっと難しい案件だったんだろう。マスコミ批判する事象、情報はマスコミの意図に簡単に載せられる姿は微笑ましくもある。まあみんなに実際のことがわかるのは裁判後になるんでしょうね。それまでせいぜい俺たちの文春手反省していてくだされ。本年に CH にさらされて住所と名前特定されちゃうんだろ。次はメンバーのメアドゲットできる件だな。もちろんやり取りの回数制限なり、スペアドで AKB 金もすごいな。マイルドランチとか打ったらいくらになるの。星月マイルかわいいな。俺はレモンさんに7年まで人生相談に乗ってほしい。かっこ38歳無職。こんなことでしか CD を売れないのか。こんなのは禁じてみしよ。嫌いなプロ野球選手は、と聞かれて答えられるのはプロ野球ファンだけ。一般人はプロ野球に興味がないから好きな選手も嫌いな選手もいない。アイドルも同じ。アイドルに興味がなければ嫌いなアイドルなどいるわけない。アイドルオタクが一番分かってないのは、一般人には AKB を嫌いになる理由がないってことなんだろ。使用済みパンチにならそんなもん監視状態で話させるに決まってるだろう。コアモテのお兄さん監視でセクハラ並みのこと言うと思い切りばらたんだ。やべ、このキャバクラサービス興味が湧いてきた。景品表示法違反に当たらないかなと思う。ほとんど当たらない抽選のネタにこのおかしなファンたちが高い価値を持つと思うものを掲げて社交心も不当に煽ってる。いい年して引っかかってくる豚たちも豚たちだけど、このすれが勢いに陥って会話なんか夢のまた夢みたいな遠い存在のアイドルなら7連覇は価値のある得点になるだろうけど、AKB は普段からオタと握手であってるジャンダブル、リカちゃん電話だろ www、ファンでもないのにファン以上に AKB のニュースに振り回され AKB に夢中、電通がマスコミに AKB のネガティブ情報を統制していると主張すると同時に、芸能人の AKB バッシングのノコメントを載せるまぬけぶり、統制できてねえじゃないか、俺たちは民衆と違って騙されない、と、高な芸能ニュースに警戒感を抱きすぎダブル、一般人は大して興味のない芸能ニュースにその都度、裏読み、邪推、過敏に反応して右往左往ダブル、こんなことをオタは信じてるのかとファンが散々議論して、煽りも含めてネタにされてきた話を今更ドヤ顔で語ります。電通なと言いながら枕なと言ってる矛盾、矛盾を指摘されごまかそうと思いつき丸出しの話を作る恥ずかしさ、自分でそれ信じてるのだブル、マスコミを疑うと言いながらだしやネットの断片的な怪しい情報にすなりつく、わからない、判断するだけの情報は出ていない、というモヤモヤした状態に耐えられず、願望込みで繋ぎ合わせた極論や陰謀論に走る、マスコミを疑った末に信じたのがカルトかよだブル、エンタメ、経済誌、論断誌となぜ AKB が売れたのか分析をしている、お前らはフリーメイソンが、電通が、仮想敵を作りすべてをそのせいにしてしまう、普段アニメや漫画について書き込んでいる人間が自分の容姿を変えず、キモータなと書き込んでいるんだろうな、と思われていることには気がつかない、東京都のエロ漫画規制には激怒だブル、前田敦子の本が出ると聞くとキリスト教的に回した、やばいと騒んだ世間はほとんどの反応、世界中で一番取り乱したのがお前らだブル、こいつら CD 売るためなら何でもするな、サブってないルー、やだなんか怖い、次々と考えるもんだなブルブルブル、オタは頑張ってについてやれ、これは売れる、汚れの売り方なんかだブル、規制しろよこんな売り方、売れる前の嵐もやってたよこれ、もはや CD じゃない、こうなったら、お前らの思いつく限りの権利を教えてくれだブル、電話したら呪われそう、今あなたの後ろにいるのとか言われそう、ウェブ上から応募でき、抽選で一人にメンバーから電話がかかってくるという、個人情報収集にしか見えない、うわ、本当キモいな、そしてこれに乗っかるマスコミに乗り込む男、全部腐ってる、事務所的には楽な特典だ、電話しようがしまいなこっちからは確認する術がないもんなだブル、日本の音楽界を破壊し尽くす AKB、ニコ動で SKE がやってたな、一人とか絶対通らない、電話なら本人からとは確認できんし何でもありだな、そろそろ法律で規制できないの、ジャニーズもいい年してたんやってる女って人組み込んだよな、男とも女とも本当目を覚ませって感じ、相手は養分としか思ってないのに、この流れだともうニングコールとかやりそう、規制かかるだろこれ、同じようなもんではあるな、体調不良により欠席ですね、電話相手が射精するのだけは容易に想像ができる、最終的にはエッチする権利とかやりそうだな、ほとんど当たらない特典だよねこれ、バカじゃねえの、さっさと枕券とか配れよ、売春婦なんだからそっちの方が正道だろ、一人なんて適正こと言ってないでばーと100人ぐらいにしてやれや100人ぐらい、握手会で直接話せるのに、本当に電話してるのかどうかもわからんようなものに金です人の、汚ねえ CD の売り方だな足元、本当に金に癒し豚、身のためならなりふり構わないやつっているような、買う側の電話番号を教えなきゃいけないのかよ、変な業者に情報として売られるんじゃねえだブル、シワスの沖縄のエロ漫画そのものですね、当日になって体調不良で欠席するんじゃない、これなら普通に握手券買うだろブル、確率低すぎる、握手できるのに電話って、テレクラシステム導入か、おっさんホイホイだな、やってるなら裏は疑問生じないんだろうか、内心変なことやってるって感じてるだろうけど、マロタ、絶対チンポに言ってるな、次はマジックミラーからの眼鏡とか、早いとここいつらを地下に戻さないとやばいことになるな、こういうのがピラに認めちゃうといろいろ大変なことになる、風俗場と何が違うんだ、佐々木のぞみの写真集には1日デート券がついてたぞ、正直に詰まってるな、この人たち、この商法すでにベリーズ工房が2年ほど前にやってるのは内緒な、何枚も買わせて当たるかどうかわからない売れるのか、さらに昔、光源氏でもこういう企画あった、大沢達夫と電話したことを思い出した、この会場の皆さんだけに発表しますって言ってるのに、記事にして、皆にバラしたらいけないんじゃないのか、何から何までおかしい、スカイプが閉じ起こる。